皆さんこんにちは。パーソナルファッションスタイリストの三好凛花です。こう外出自粛の時期が続いていると、なかなかこうお店も開いてないのでお買い物ってできないじゃないですか。じゃあ何か買おうと思うとオンラインショッピングになるんですけれども、お洋服ってオンラインショッピングが意外と難しいと思ったりしませんか？実際ですね、アパレル企業の方でも EC サイト、通販サイトでの売り上げっていうのはまだまだそんなに多くを占めていません。私たち自身もお洋服の場合ですと、やっぱり試着して購入するっていうのが当たり前になってたりするので、なかなか通販での買い物、お洋服ってちょっと難しいなって思ってしまう方も多いと思うんですね。そんなオンラインショッピングで失敗しないでお買い物するにはどういうことに気をつけたらいいのか、それについて本日はお伝えしてまいりたいと思います。これを見ると、今までちょっと苦手だったオンラインショッピングが少しやりやすくなります。ぜひ最後までご覧になってくださいね。まず一つ目のポイントなんですけれども、買うものを決めておくことです。ただダラ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 こうサイトをね見て何を買おうかなって考えるのではなくて、事前に決めておく。ワードローブのチェックをして、何が足りないか、どんなものを買いたいか、どんな形なのか、アイテムなのか、色なのか、そういったことを事前に決めておくことがポイントです。やっぱり皆さんご存知だと思うんですけど、ネットサーフィンってすごい、やりだすと時間があっという間に経ってしまうじゃないですか。オンラインショッピングでもなんとなく見てて探してる間に余計なものを買ってしまったりとか、それから疲れて嫌になっちゃったりとか、そういうことになってしまいがちです。ですので、事前にこういうアイテムのこういう色のこういうデザインのものを買うとか、こういう場面に着る、お仕事服で着るボトムパンツを買うとか、具体的に今日は白のシャツで、それから少しデザインの入った可愛い感じのものを買うとか、そんな風に具体的に決めておくことがポイントです。そのためには事前に皆さんのお手持ちのワードローブを確認して、それからライフスタイル、どんな場面で着たいものかも確認しておいて、まあ、できればですね、ご自身がどんなイメージになりたいのか、どんな自分になりたいのか、イメージとかテイストの方向性も決めておいた方が本当はやりやすいんですけれども、まずは何を買うかっていうことを決めておくことがポイントです。2つ目のポイントなんですけれども、2つ目はメジャーでご自身の体のサイズをちゃんと測っておくっていうことです。皆さんはご自身のバスト、ウエスト、ヒップ、3サイズのこういうメジャーで測った寸法をご存知でしょうか？パーソナルスタイリングのお仕事をしていると、ほとんどの方が体重は知ってるけどセンチのサイズを知らないっていう方が非常に多いです。これはですね、実はこういうメジャーできちんとバストとかウエストとかヒップとかのサイズを測っておくっていうことは、体重よりも体型維持っていうことを考えた時の大きなポイントになるんですね。で、なかなかね、現実に目を向けるのが皆さん辛いとは思うんですけれども、ぜひこの機会にご自身のバストとウエストとヒップ、この基本のポイントを測ってみてください。測るときは下着をつけた状態で、まあ、T シャツとか薄いものを着て、それでこう平行にまっすぐに測っていただけると大丈夫だと思います。バストは一番高い場所、ブラをつけた状態でね。で、ウエストはおへその、そうですね、上とか下ぐらいの一番細いところ、ヒップはやっぱり一番太いところっていう風に3サイズを測ってください。それとともにメジャーで測っておくのは、
ご自身のサイズだけじゃなくて気に入ってるお洋服の寸法も測っておくと非常に便利です。これはですね、実際に自分が着てみてスタイルがよく見えるものとか好きなシルエット、パンツなんかは特にパンツの裾幅とか、それから渡り幅って言ってズボンの幅自体、ももの部分の幅とか、そういうのを知っておくと通販で買うときに試着ができなくてもだいたいその洋服がご自身の体に合うのかっていうのが分かりやすいんですね。通販サイトではほとんどその商品のスペック、寸法が書かれています。商品の素材だけを見るんじゃなくってお洋服の細かい、まあ、ウエストとかヒップとかそういうのももちろん書かれているんですけれども、パンツとかだったら裾幅とか、それから股下の長さ、ご自身の股下の気に入ってるパンツの股下の長さを知っていると、それと同じ股下の長さのものを買えば大丈夫だし、そういった意味で通販が非常にしやすくなります。ご自身が持ってるお洋服で着ていて綺麗に見えるもの、ちょうどいいなと思うサイズのものの寸法をぜひメジャーで測って知っておくこともポイントです。そして3つ目のポイント、3つ目のポイントは、実店舗を見たことのないブランドとか、そういうこう品質がイメージできないような通販サイトとか、そういったところではあんまりお買い物をしないことです。素材感とか、それから実際の縫製、そういったものって通販で見分けるのって非常に難しいです。ですのでご自身が見かけたことのあるブランドだったりとか、それから、まあ、知っていて行ったことはないけれども、ここのデパートに入ってるよねとか、ここのビルに入ってるよねっていう風にこう前を通ったりとか聞いたことあったりとか、知り合いが来てたりとか、そういう風な知ってるブランドさんで買うことの方が、知らないところで買うとやっぱりこう来てみないとわからないので非常に不安じゃないですか。ですので聞いたことのあるブランドとか見たことのあるブランド、そういったところで買うっていうことが、あの品質っていう面では成功する確率が非常に高いです。では最後に私自身がよく使っている通販サイトをご紹介しておきますね。私がよく使うのは、あのギルドとかグラッドっていうたくさんのブランドさんが期間限定で通販されるっていう、そちらのサイトを使うことが非常に多いです。ギルドの場合だとインポートのブランドがお手頃になってたりするので、まあ、よくバッグとかそういうものを買うことが非常に多いです。でグラッドの方は自分がよく見ている普段知っているブランドさんだったりがすごくお手頃に販売されてたりします。ただしそういうギルドとかグラッドっていうのはその今シーズンにあるものではなくて、キャリー品、いわゆる去年のもので残ったものが安くなってたりっていうことが非常に多いので、どちらかというとトレンドものを買うっていうよりも定番アイテムに絞り込んで買うことがおすすめです。それから自分が買いたいものが明確に決まっている場合、一番検索してヒットして見つけやすいのが ZOZO タウンだと思います。具体的に価格帯とかデザインとか、それから、ま、スカートだったら丈感なんかも指定できたりしますので、ZOZO タウンなんかはそういう検索機能がすごくやりやすいのと、それからたくさんのブランドさんが入っているので選びやすいと思います。もし参考になるようでしたらサイトを覗いてみていただければと思います。今日も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。このリンカチャンネルではファッション情報や商品紹介、働く大人の方のためのプチプラアイテムでもチープに見えないもの、そういったものをご紹介しています。もし今日の動画が皆さんのご参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできれば幸いです。本日もどうもありがとうございました。